さあ始まりました、はい、街角ナウ MC のセバスチャンです。どうも。さあこちらの番組はですね、杉並区のさまざまな場所から杉並区の今を伝える5分間の番組でございます。はい、本日はこちら荻窪にあります敵外装公園に来ております。どこですか。敵ってそういう意味じゃないよ。敵外装って違う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 、後輩芸人がいっぱい、そういう敵じゃないから。あ、違うんですか。また字が全然違いますから。そうなんですね。敵外装というのは、はい、奥にあるあの建物のことなんですよ。なるほど。そう、ね、僕もね初めて来たんですけども、はい、うん、今日はですねこの公演を紹介していきたいと思いますので、はいはい、この紹介もしつつ、うん、来ている方にインタビューしていきたいと思います。はい、それでは街角ラウン行ってみましょう。行きましょう。さあこの敵外装公演なんですけれども、はい、うん、どんなところかと言いますと、うん、内閣総理大臣を3度務めた近衛文麿さんの邸宅だった敵外装の敷地を整備してできた公園なんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。また日本の政治史において、うん、数多くの重要な会議が行われた場所として28年3月に敵外装の名称で国の史跡に指定されました。やっと認められたんですね。そうすごい、はい、そういう場所なんですね。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ああ、いいですね。可愛らしい子でございますけども、はい、この公園はよく来るんですか。うん、これどんな公園だかとかってご存知ですか。ええ、あ、やはりそれは、ええ、なんかあの向こうの敵外装っていうのが、おうん、やっぱりそれはねもう皆さん本当知ってるんですね。すごいですね、有名な。素晴らしい、はい、誰が住んでたかとかご存知ですか。ええ、あ、すごい、誰でしょうか。この絵だ、首相。おお、大正解でございます。やっぱそういうね歴史もちゃんとね知ってる上で来ている方も多いということですから、素晴らしいね。やっぱこの公園ずっとあったらいいなと思いますか。うん、いいね。はい、ありがとうございます。どうもこんにちは。どうもこんにちは。今日お子さんと一緒に遊びにいらっしゃったんですか。あ、そうですね。なるほど。よくこの公園はその遊びに来るのに使われるんですか。住んでるのは違うとこなんですけど、主人の実家が近くなので、うんうん、たまに来ます。あ、なるほど。そのご実家に帰られた時には、まあ、ここで遊ぶみたいな。なるほど。ちなみになんですけども、うん、こちらの公園どんな公園だかっていうのをご存知だったりします。どんな公園。そうなんですよ、これただのね普通の公園じゃないんですよ。ないんですよ。なんかお家があるんですよね。お、すごいすごいすごい、なかなかすごいじゃないですか。すごいじゃないですか。なんていうお家だかわかります。関。おお、石石外、お外、そう、惜しい、敵外装でした。あ、惜しいですね。そう、やっぱでも来ている方もやっぱちゃんと知ってるんですよ、はい、そういうのって。この公園よく使われるって言ったことはやっぱりいいですかね、うん、この公園自体は印象的には。あ、そうですね、なかなかない芝生だけの公園でないので、うんうんうん、まあ、遊具もなくてね、その芝生だけでバーッと広い公園って珍しいですから。確かに。それもやっぱ楽しめるってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。今日ご実家でね、あの行かれてるってことで、ご実家との関係はうまくいかれてますか。そういうこと聞くなよお前。大丈夫だった。大丈夫で、よかったです。家族大丈夫ということをいただきましたので、はい、ありがとうございます。それでは杉並区からのお知らせです。3月27日日曜日午前10時から午後3時まで、三種の森公園と杉並第十小学校の校庭で三種の森祭りを開催します。当日は交流自治体による合同物産展をはじめ、ゴミ収集体験、寄進者の体験なども行われます。他にもふわふわトランポリンやミニ SL、 模擬展など楽しいイベントが満載です。雨の場合は杉並第十小学校体育館で行います。ぜひ遊びに来てください。敵外装が国の史跡に指定されたことを記念して3月26日土曜日午後2時からセシオン杉並で講演会近衛家陽明文庫についてを開催します。当日は近衛家の古文書古美術品を保存管理している名和修文庫長が近衛家の歴史や陽明文庫が所有している司法の数々についてお話しします。ぜひご来場ください。さあというわけでね、今日は敵外装公園にやってまいりまして、とてもねいろんなことを楽しんでましたからね、歴史的にも意味のある場所で、阿部くんはですねずっと敵外装ということでね探してますけどもね、あれもほっといてエンディングいきたいなと思います。この後ですね杉並ニュースもありますので、ぜひともそちらもご覧くださいませ。いなかった。いや、そういうこと言ってないからもう。それでは街角ラウンはこの辺で。それではまた。また。